なのに崩れないって本当頼れるファンでって感じです。化粧直しいらないですね。どんな事態にも備える心構えを持っておかなければならないと思っています。岸田外務大臣は事態は全く予断を許さないとした上で、引き続き後藤さん解放に向けて努力したいと語りました。こんばんは、報道特集です。ヨルダンの首都アンマンに来ております。イスラム国による日本人一人の事件、もはや日本だけではなく国際的な大事件に発展してしまいました。ここは日本政府の現地対策